や、そろそろお別れの時間です。今週のゲストはね、春菜愛さんでした。いやもう本当にとてもね素敵な方で、大陸タイプということもあって、直感力と若さとね、おしゃれな感じがもうすごいね、形の人にも対面ね、朗読サービスもやってるんですね。調べ物をどうやって調べたらよいかわからないときは、泊まりましたよ。すっごいお客様でした。4000人ちょっとですね、僕にとっちゃ今年はしかし外交、国際政治外交問題でいろいろね、提言をしたり、また国際フォーラムに出たりしましてね、運営にとってはそれは